動画をご覧になっていただきありがとうございますセールスマーケティングファームの米沢と申します私たちが行っているプラスチック製品製造業の方向けの営業代行についてお話しさせていただきます私たちはプラスチック製品の製造業の方向けの営業代行を行っておりますプラスチック製品製造業は一時加工業者と二次加工業者の方がいらっしゃると思います いわゆる元請けと下請けといったような形だと思います。でそういった形でいろんなメーカーですね自動車メーカーだったりとか機械メーカーですねの方から注文を受けて納品という形になっていると思います。1次加工業者、二次加工業者いわゆる元請けと下請けの関係は委託をして納品と。で元請けの会社は合成樹脂メーカーとかから原料を仕入れて 加工しててメーカーカにに納品とといいう形になっていると思いま,すでまあ元請けの会社であったりあるいは下請けの会社であったりまああの立場の違いはあると思いますけれども営業して新しい取引先を獲得したいと思っていらっしゃるプラスチック製品の製造業の方はたくさんいらっしゃると思います。まあ、元請けの会社であれば、まあ、メーカーの取引を増やしたいというふうなことだったりとかあるいは下請けの会社は定期的な取引を 受ける受ける元の会社をもっともっっとと探していきたいといいとととううふうなことを思思っっていらっしゃると思いますただ、まあ、そういった新しい取引先を獲得したいと思っていらっしゃっても人手が不足していたりとかあるいはなかなか時間がなかったり営業や広告にお金をかけれないといったようなさまざ、あ、まな理由でなかなか営業活動ができていない新しい取引先を獲得できていないといったようなお声を伺っております、まあ、そういった企業の方は是非我々の方に営業代行のご依頼をください 我々にご依頼いただきますと,いただきますと全国のさまざまな企業に対して営業代行をさせていただくことができますメーカーを探したいお届けの会社の方であれば、えー、機械メーカーであったりとかあるいは自動車のメーカー全国で5万6103社のそういったメーカーの方がいらっしゃいますこういった方にダイレクトに営業代行をさせていただくことができます あるいは下請けの会社であれば定期的に注文を取る元請けの会社を探すということでプラスチック製品の製造業の方に営業代行させていただくことができます例えばプラスチック製品の製造業の中で言えば例えばプラスチックバンだったりプラスチックフィルム工業用プラスチックだったりとか強化プラスチックとかプラスチック成形材料だったりとかさまざまなプラスチック製品の製造業の方に営業代行させていただくことができますプラスチック製品の製造業の方は全国で 23, 社いいらっしゃいますこの中から定期的な取引をする元請けの会社を探すといったようなことで探していたこともできます。プラスチック製品製造業の方で新しい取引先を獲得したいと思っていらっしゃる企業の方はぜひ我々にご依頼ください。